千葉様はあれですね、はい、先生と言った方がいいのか、社長と言っていいのかあれなんですけど、もともと私との出会いは、私が前職金融機関の方におりまして、千葉社長の会社が手掛ける商品に大変関心を示し、これは世の中で、もっとヒットしていくぞ、こういった社会的にも必要な高齢化社会を迎える中、健康そして長寿大国日本において、こういった医薬品が世の中にどんどん必要とされていくなというふうに考えておりまして、金融機関の中で何かアプローチ、お手伝いできることがあるんじゃないかなと思って、柴社長に大変関心を持ったのがきっかけだったんですけど、いや当時はいろいろお世話になりましたなかなかお力にも慣れてるのか慣れてないのかわからないんですけど、ただまたこうして3年後に、そうですよね、はい、偶然ですもんね、本当に偶然ですからね、はい、こんな偶然ってあるんだなっていうか、そうですよね、はい、いや、うちの社員もいろいろと愛用させていただいたんですけど、もともとは歯磨き粉から応用されてたんですか？そうですね、はい、実はですね、はい、そのまあ研究、そのポリリン酸っていうものが、はい、まあ、何に使えるかって全く自分でも何にそれを応用しようという気持ちもあまりなかったんですけど、大学に行って、はいはいはい、まあ、研究していくと、はい、実はそれがいろいろ、当時はですね、はい、再生医療っていうのが一番最初に出た頃なんですよ、ね、はい、再生医療学会っていうのも一番最初のスタートしたところら辺なんですけど、はいはいはい、その頃に実はポリリン酸がその今でこそ話題の再生医療に使えるかもしれない、ね、最近でこそ再生医療、そうそう話が出て、はい、そこから、ですね、もうちょっと応用の方向に、ね、はいはい、研究を進めてみようっていうふうになったんですよね。で当時ちょうどその大学発ベンチャーとか、はい、でき始めてきてるところなので、はいはい、まあ、大学の先生も会社を作ってみたいなのが少しずつで、大学も特許を保持したりとか、はい、まあ、そんな話ができ始めた頃ですね、はい、そのなんかなんとなく面白そうだなみたいな。なるほど。でそこから実はポリリン酸っていろいろ、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、はい、オーラルケアにもよかった、ヘアケアにもよかった、はい、っていうような、はい、まあ、そういう可能性があるねっていうところでちょっとこう応用にシフトしていって、なるほどですね、はい、スタンフォード大学の時にいわゆるノーベル化学賞を取られた、そうです、はい、そうです、そうですね、先生に使えられて、そうです、はい、アーサー・コーンバーグっていう、はい、まあ、当時は DNA の複製というか、はい、まあ、そういう研究でノーベル賞を取られた方がいて、へ、まあ、カリフォルニアですね、だからスタンフォード、はい、なかなか住みやすそうな場所でもあったので、はい、まあ、そういう意味でね、魅力もあって、で研究も面白そうだったと言ったという経緯があるんですよね、はい、その時にポリリン酸をに目をつけられたというか、そうなんですね、はい、でその時にちょうど、はい、まあ、ポリリン酸という物質自体、はい、全く誰も興味持ってなくてですね、まあ、そうです、まあ、そうですよね、そう、僕もほとんど知らなかったです、はい、で誰でなんでポリリン酸って言ったら何なのみたいな話が出てたんですけど、はい、まあ、誰もやってないことだから、はい、結構面白いかなと思って、はい、それでまあそこでポリリン酸の研究をするためにスタンフォードに行ったっていうのが、あ、まあ、そうなんですか、そうですね、そうですね、経緯ですけど、はい、以前お写真も見せていただいたときに音楽を聴きながらお酒を飲みながら読書をしながら、そうですね、ポリリンさんの研究をされていて、ね、なんで今のお仕事に結びついてるのかなんかいまいちピンとこなかったんですよ。全然そういうビジネスってビジネスも全然分かんないですね、もう元々理系の人間ですしね、はい、そういう当然勉強というか教えていただいたことも全くないんで、はい、まあ、こんな今みたいな感じでですね、はい、まあ、こういうところで対談するなんていうことはもう夢にも思ってなかったんですけどね、はい、だからでどっちかというと趣味に生きるみたいな、なるほど、そんな感じ、ね、なんかそうみたいですよね、はい、私も先生のことちょっといろいろ伺ってるとそうなんじゃないかなとか思っていて、そうですね、はいはい、そうですね、だからまあ僕も歯磨き粉を作るなんてことは全然自分も思ったこともなかったので、ただ、作ってみると結構面白いもんで、いろいろこう、やっぱりね、口の中の問題、オーラルケアって大事だっていうのも最近もね、言われてますし、やっぱり高齢化してくると、やっぱり健康寿命を長くしなきゃいけないと思いますし、そうすると口の中って大事なんで、まあ、そういう意味ではそういうところに自分の技術、はい、元々は基礎研究してしかやってなかったそういうものが生かされてるっていうのは良かったのかなとは思いますけどね、はい、でも先生は営業とか絶対されないタイプだと思うんですけど、でも一番苦労されたこととかってなんかないんですか？そうですね、だからそうしてから、はい、そうそう、だからどうなるのかなと思いましたよね、はい、このままね、全然どこでも売れなかったらどうすんだろうみたいな思ってて、やっぱり本当にね、はい、当時お金ないから当然ないですよ、はい、で、まあ、研究開発費っていう形で、はい、経産省とかそういうところからお金を、
ね、補助金いただいたりしてたんです。補助金でやられてたんですか。どん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 それどんどんどん減ってくるじゃないですか。はい、だんだんだんこれ貯金通帳お金なくなっていく。やだなそんな生活。そうで、はい、自分の給料もそこから、はい、まあ安い給料ですけど出してましたから、はい、まあ、ね、研究やってなんか、まあ、物を作ったとはいいんですけど、はい、作るとこまでまあなんとかできますけど、どうやって売っていいか全然わからないから、はい、まあ、当時はだからそういういろんなねバイヤーさんとかを知ってる方とか、はい、でちょっとこうなんていうんですかね、ちょっとあの怪しそうな方とかいろいろいらっしゃったんですけど、いろんな人いるんですね。まあ、はい、でそういう人と一緒にこう歩いてですね、はい、それで問屋さんに行ったりとか、まあ、いろんな会社回ったりとかしましたけど、結局全然もう当然ね、あのどこの馬乗りか分かんないし、会社名も当然ね有名じゃないですし、うん、商品もそんなね、はい、全然もう箸の棒にも引っかからなくて、はい、そうですね。だからまあ結構そういう意味でも、ただその時はあんまりこうもうしょうがないなみたいな感じでしたけど、はい、確かにそうかもしれないですね。再生医療とか、はい、産学連携とか、そう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 、そんな言葉が言われ始めて、なかなか形にならなくて、そうですそうです、私も前職の時に産学連携で何かできないかとか、はい、そういったことをいろいろ研究してた時に、あ、そうですね、ちょうど社長といいますか先生といいますか、柴さんにお会いしまして、ああ、はい、あ、実演されてる方がいたと思ってですね。ただ柴さんの会社だと、あまり社長が自ら営業されたりってこともなく、どうやってこれを世の中に広めていってるのかなというような、口コミでどんどん広がっていっていったようなイメージを持ってたんですけど、はい、実際は、まあ、はい、そうですね、実際はですから、その、まあ、そんな意味で全くこの理系の人間なんで、はい、営業なんかで全くわからないし、だからそういう中で、まあ、そのポリリン酸っていうものに関して何が応用できるかっていう話を、はい、まあ、だん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 やっていって、はい、まあ、商品もね、まあ、どうやって作ったらいいかも分からないですけど、はい、まあ、少しずつ作って、はい、それで当然こうどこに行ったらいいのかも分からないんですよね、はいはい、で当時最初はですね、確かラジオショッピングの会社があってですね、はい、でそこに、まあ、たまたまつてがあって、はい、まあ、その人を通じて商品を持っていったら、はい、まあ、ちょっと販売してみようみたいな話になって、はい、でもその地方の FM 局だったと思うんですけど、そういうところで、はい、売ってみて、まあ、テストして、はい、それで1回放送して5本とか3本とか売れると、はい、まあ、そこのモデルケースみたいな感じ で、はい、で全国に広げてみたいな、はいはい、でどうせ売れないだろうとは思ってたんですよ。それでやってみたらね、ちょっと売れたからやってみようって思ったら、はい、でそれからバーッと広がってすぐによく、なるほど、それがスタートですね。ですからまあいろんな人と会ったりとかもしましたけど、はい、まあ、たまたまその時運が良かったのかなっていうのもあってですね、そこからちょっとこうビジネスの方に行き始めたっていうのがあるんですけど、はい、やっぱり営業とか全然わからない、ね、ですからね、全然期待してなかった、はい、そうラジオショッピングでですね、はい、育毛剤売るっていうから、ラジオで育毛剤売ったって言うんだろうなと思って忘れてた絶対売れないでしょ忘れてたんですよ、はいはいはい、そんな話があることすら、はいはい、で商品サンプル送ったことすら、はい、まあ、でちょっと売ってみるって言って、へえ、そうしたらなんかまあ、それでそこからやっとちょっとこう少しずつですよね。ただ逆に売り始めると今度納品できないですよ、製造能力がほとんどないんで、はい、だからもう自分で行ってアルバイトを急遽雇ったりとか、はい、もう作ってみたいな、へ、で納品しないと欠品すると怒られるしみたいな、なるほど、もうめちゃくちゃですねじゃあもうしばらくはもうずっとラジオの方で販売されていて、もうそうですね、しばらくはだからまあ本当にまあだからたまたまタイミングですよね、あれ悪かったらもう今いないかもしれないです、ね、うん、と思います。もうそのラジオの会社は使わないんですか。あ、いやいや、まあ、まだお付き合いさせていただいてますね。あ、はいはいはい、まあ、本当にいい形でずっとやらせていただいてるので、まあ、そういう巡り合わせ本当に良かったかもしれない、ね、ありがたいですね本当にね。確かに、あの先ほどから、はい、あの運をつかまれる、運がいいって先生おっしゃいますけど、とはいっても運をつかむっていうことがなかなか私も日常難しくてですね、結構運をつかむ、運っていうのはやはり何かあのコツがあったりポイントがあったりするんじゃないかなと思うんですけど、何か意識されてること。あ、そうですね、ちょっと難しい質問なんですけど、難しいですね、僕もちょっとねその辺はね何とも言えないというか、はい、ところあるんですけど、はい、一つちょっと、まあ、あの感じるのはですね、はい、あの研究、大学で研究やってた時は、はい、まあ、あんまり何も考えずに、はい、当然運がいい悪いもあんまり考えずに、はい、まあ、やっていたわけですけど、はい、一つ考えその時に思ってたのが、はい、あのこう研究ってもう先が見えなかったりする場合もある
ですよね、はい、多分そうなんでしょうね、そうそうそう、で、はい、多分この、まあ、研究やってて、はい、例えばこれはきっとこうだろうと、はい、でなんか予測を立てて、はい、それで自分でこうやってそこに向かってやっていくと、はい、でだけど大体そうじゃなかったりする場合がほとんど で、はい、であやっぱり違ったみたいな、はい、じゃあいやこれ違ったってことはじゃあこっちかなと、でそっちの方向に向かっていくと、はい、やっぱりまた違った、はい、でじゃあこっちかなって言って、はい、いくつもいくつもいろいろ仮説を立てながらやっていって、はい、ですごくそれがバッチが当たった時にはすごい嬉しいというか、はい、まあ、そういうのもあるんで、で結局なんかねそういうなんていうと仕事もそういう、まあ、当然そういうところもあると思うんですけど、はい、そのこう諦めずにこういろいろ繰り返してたっていうのが、はいはいはい、逆に良かったのかなと、その運を、まあ、運がいいというか、はい、いろいろやってみてダメでも、はい、まあ、なんていうんですかね、そこでこうめげちゃわないで次のことをすぐやってみるとか、ちょっと反省しちゃいますね。いやいやいや受験勉強ですらもう私はもうアップアップになっちゃってたんですけど、その後にさらに大学院まで行かれて研究までされて、それも挫折してアメリカまで行かれてってすごい時間じゃないですか。まあそうですね、はい、まあ、だけど、まあ、いろいろこう やってみるって、はい、そういう、まあ、ダメなのは当たり前みたいな、はい、ところでこうそれをまた同じことじゃないですちょっと変えるんですけど、はいはい、やっていくのがこう苦にならなかったっていう、まあ、そういう、まあ、サイエンス自体もそういうとこ結構あるって、みんな研究者もそういうのを繰り返しっていう、まあね、そういうのはあると思うんで、その辺がうまくなんかいったのかもしれないかもしれないです、わからないですけどね。人生における賢者の習慣の中における、はい、人生における優先順位というのを皆様にお聞かせいただいております。このバロメーターをちょっと皆様にシリーズものでお聞かせいただいておりますので、はい、ご記載の方、そうですね、はい、お願いいたします。僕ねちょっとねこれ最初にいただいて実はちょっと考えたんですけど、はい、難しいですよねこれね、はい、これみんなここじゃダメなんですよねこれね。そうですねちょっとデコボコさせないとダメですね、はい、ある程度バランスがいただければと思ってます、はい、そうですね、やっぱりですねこの仕事は どうしてもそうですね、今やっぱり一番頑張ってるかなっていう気はするし、はい、そうです、まあ、仕事としてもこの辺が優先順位になってます、まあそうですね、ただもうちょっと先ほどもお話したんだけど、どうしてもその今やってる仕事と趣味とか結構僕の場合は比較的近いところにあるんで、はい、まあ、研究開発とかですね、はい、その辺もありますんで、はいはい、まあ、まあこの辺も結構こう高いところにあるのか。なるほど。でどうしてもね健康は高くしたいんですけど、はい、やっぱりどうしてもこの辺が、まあ、優先順位を高くしたいんですけど、どうしてもちょっと落ちちゃうかなみたいな。意外です落ちちゃうかなみたいな感じは健康仕事にされてるのに意外です。そう、はい、そうなんですよ。だからこれちょっと気をつけなきゃ、こうしたいそうですね、だからこっちがダメですねやっぱりね。 あんまりこう確かに、うん、こっちは今そうですね、別に嫌いではないんですけど、はい、どうしてもここが低くなってしまう、はい、でここもそうですねあんまりここはちょっとあんまり低くすると怒られる。怒られちゃいますね。怒られるんでちょっとこれぐらいにしておきます。だからこういうこれ結びますか、どうします、こういう感じですかね。もしよろしければ結んでいただければ、はい、こういう、あでもなんかバランス良すぎですこれ。なるほど、こんな感じですかね。ちょっと月並みなのかどうなのかちょっとよくわからないんですけど、 はい、ありがとうございます、でも昨今 のコロナ問題、コロナ禍の中でも、はいですね、とにかくもう対策は、はい、手洗い、うがい、もうとにかくその手と口周り顔周りから全てこう入ってくるからなんていうことが、はい、まあ、どれが正しい情報かまだ分からない中で、はい、もう予防はそれしかないなんて言われてますけど、はい、やっぱりその、口周りのケアっていうのは効果がやっぱ強いですか。やっぱりそうですね、やっぱりこういうね今みたいにいろんな感染症の、はい、そういう時っていうのはやっぱり日本人なんか特にこう綺麗好きですし、はい、しっかりまあ気をつけられる方がしか多いと思うんで、はい、まあ、そういうので効果が上がってるところはあると思うし、はい、やっぱりそうきっちりやるっていうのはすごく大事だと、基本、まあ、基本っていうんですかね。なるほど。だからそこがもうね、日本人の場合、日本人っていうか、まあ、他の外国の方でもそういうことはね、はい、しっかりやられてると思うんですけど、はい、まあ、いずれにしてもそれがこうだんだんもっと膨らんで、もっと自分の体全体の予防、病気の予防とかにつながっていくのかなという気はしますんでね。なるほど、はい、確かにそうかもしれないですね。そうですね、まあ、予防っていうのが結構これから
これからまあまあね、そういうのは大事だって言われている方がいっぱいいらっしゃいますけども、やはり確かにそういうものが大事に大切になっていくんじゃないかなというふうには感じてますね。なるほど、はい、でもその中でそのやはり頑張り続けて、進んでいき運をつかむんですけど、それをまたそのチャンスを逃さずにまたビジネスの方でも展開されていくっていうのはやっぱり人脈なんですか、それともそうです、はい、おっしゃる通りで、はい、その人脈というよりもそうなんですけど、はい、まあ、いろんな方に、ね、僕もお会いして、はい、まあ、大学で研究ばっかりやってると人と話す機会も少なかったり、そうですよ ね、普段私も大学の教授と話すことないです、はい、まあ、そうですよね、で、はい、あんまりそうなんです、まあ、大体こうクローズな世界なんで、はい、ですけどこうで、な、海瀬家目さんの人たちがいっぱいいるような世界に出ていくと結構面白かったりして、はい、そういう人ともこう話がね、比較的こうするのが好きだったっていう、好きだったというか、まあ、苦にならなかったっていうのはあるかもしれないですね。だからそういう人から結構いろいろ教えていただいて、まあ、今でもね、いろいろビジネスをやらせていただくときには本当にそういうのが役に立ってますので、なるほど、まあ、そこも確かにあると思います。ですからそのとこう 嫌にならないで、はい、ちょっと頑張るっていう、はい、単純に言っちゃうとそういうところですけど、はい、まあ、そういうのとそういう、まあ、いろんな方とこうお話できて、全然違う世界の方とも結構、ね、はい、お話できたっていうのが非常に良かったのかなというふうに思いますよね。結構常日頃アンテナを張られてるんですが、なかなかその教授は教授、研究員は研究員とかそういった中で生きられる方が基本、はい、的じゃないですか、いや全然アンテナとか張ってなくてです、ね、あ、そうですか。そういうの全然ダメで、はいはい、どうしていいかわからないんですよ、そういう。ただ、はい、ただ単に なんでしょうね、なんかし、あ、まあ、研究とかやるときには論文読んだりとか、はい、この人がこんな研究やってるとか、まあ、そういう情報はもう、ね、なるべく得るようにしてましたけど、はい、実際こうビジネスやっていくときに自分で何をどこにこうやったらいいのかって全然わからなくて、はい、だからまあそういう意味でさっきおっしゃられたようなちょっといろんな人の話をこうこの人とはもう絶対話さないとかそういうのは なかったんですね。いろんな人からの話をもう嫌がらずに聞くっていう、はい、そういうところがあったんで、まあそこがうまくアンテナになってたのかもしれないですね。なるほど、自らっていうのは僕本も読まないしほとんど、そうですか、まあ、新聞は多少読みますけど、はい、そういうのがすごい嫌いっていうかあんまり面倒さがりでできなくてですね、はいだから逆にこう人からこういろいろ教えてもらうのは結構好きですよね、話を聞くのが好きです。あ、そうですか。話してもらった方が楽ですし、よくのが面倒くさかったそういうのは、ね、まあ確かにそうですね、そうですね、はい、一番こう受け入れやすかったんで そこも良かったかもしれないと思います、はい、でこちらのですね、はい、シリーズの中でも結構あなたにとってお金とはというですね、はい、難しいクエスチョンなんですが、はい、柴先生の場合唐突で恐縮なんですが、お金とはというところで、そうですね、これ、ね、はい、難しいですけど、はい、ですね、もうこれね、僕はね、これね、サイエンスとど真ん中のもう先生が一番好きなサイエンスじゃないですか。ですね、ちょっとこじつけかもしれないですけど、はいはい、サイエンスと言いますと、まあ、サイエンス自体は、はい、まあ、先ほどのちょっと話もありますけど、どうなるかわからないというか、自分も予想がつかない、はい、結構いろいろやってみると深いところもあるし、はい、うまくいくかどうかもわからないし、はい、で、まあ、しつこくやっていくと結構すごいいいことが分かったりとか、はい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 、結構未知のところを、ね、解明していくような、まあ、そういうものだと思うんですね。そうですよね。でお金自体も、まあ僕にとってはですね、はい、全然どうしたら儲かるかも全然分からなかったし、はい、まあそういう意味では全くこう縁のない世界だったわけですよね、はいはい、ですから僕の感覚としてですけど、まあ、そういう意味では全く分からないもので探求していくと、はい、まあ、いろいろだんだんね、最近勉強させていただいて、はい、あ、こうやったらお金儲けてできるんだとか、はい、こうやるとビジネスっていうのはこんなビジネスがあったのかとか、まあ、そういうところを教えていただいた経緯もありますので、そういう意味で僕にとってはこれとこれは比較的同じような意味合いがある部分もあるのかなと、そういうふうな意味でちょっと変えかしていただいたんですけ ど、はい、だから探求していくと結構面白い。確かにそうです ね、いろんな方がビジネスやられて、うん、こんなビジネスもあったんだな、ビジネスもあったんだ、すごいねみたいな、はい、だからそういうのがこことちょっと共通してるのかな、
ちょっと思ったんで、書かせていただきましたけど、結構先生もその後あのお会いさせていただいた時に、はい、いろいろなものを考えられていて、その中でもうアメリカ不動産その他の商品とかも全部結構いろいろ比較されたりとかしながら、はい、そうですね、あの、はい、私たちのアメリカ不動産も、あの個人様法人様でもこうポートフォリオに検討いただくっていうところは本当に嬉しくてですね、でもいろいろ本当教えていただいてもう本当に面白かった、面白いっていうどっちかというとこう、はい、あちょっとお金よりも面白かった面白い、そすごい今日、ね、いろんなことあこんなことがあってこんな、はい、あでね、そういういろんな、まあ、物件もね、そうですね、見せてはあのお話いただいて、はい、すごく勉強になったし、ありがとうございます、ですから楽しかったですね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、まだまだこれからいろいろ教えていただかないといけないと思うんですけど、はい、またあの先生 の, あの取り扱われている EX ポリリンさん、そうですね、はい、こちらの方もあの私たちもあのもう少し興味持ってですね、ありがとうございます、はい、一度使ってみるとあれ分かりますよ ね, そうですね、まあ、ここにちょっとねまた置いていただいたりとか、ね、はい、あ分かりましたそのうち、はい、そういうのもやっていただければと思います、かしこまりました、でも一緒に、はい、あの反映させていただけたらなというふうに思ってますの で, そうです、ね、今後とも、はい、引き続きよろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いします、本日どうもありがとうございました、どうもありがとうございました。